皆さんこんにちは。こんにちは。チャオチャオ。今日は、レンタルハウスの準備のシリーズ、おそらく最終回になると思います。最後に家具が届くのが遅れていた部屋があるんですけど、その部屋の家具が、届きましたので、今日はそのマットレスの支度とかを全部して写真を撮りたいと思います。ということで、もうほとんど片付きましたので、後で全体をご紹介したいと思います。ということで早速、届いた家具から、お見せしたいと思います。そしてベッドの支度をしていきます。それではこちら初公開、3人部屋のベッド。これ2段ベッドなんですけど、下と上と、あとこの引き出しの部分を引き出すと、もう一つマットレスが入る仕組みになっていて、でその引き出しを引き出して足を立てられるようになっているので、くっつければもう一つダブルベッドにもなるし、シングルベッド3台として使うこともできるっていう感じのものです。でこちら階段もこのようになっていて、こちら全部収納ができるようになっています。このように収納できるようになっています。それでこれはコンセントなんですけど、主人が昨日家具が届いたらすぐに家具の木をくり抜いて、このコンセントの型をはめ込んで配線をつなげるっていう作業を昨日やっていました。2段目の方も1段目の方もベッドの枕元にコンセントをつけてくれました。それから、こちらの机、家具と一緒に机も届きました。こちらこのように引き出せるようになっていて、まあ、例えば子供が勉強しなきゃいけないようなことがあっても、ここで勉強机にすることができるっていう感じです。で、普段使わないときはこれ中に入れておいて、場所を取らないようにすることができます。で、この上にテレビも置きました。ということで、こんな感じです。それではこれからベッドの支度をしていきます。後で家全体をご紹介しますので、最後までご覧ください。それから前回の動画でマットレスの支度をした時に、マットレスカバーがなんていうのウォータープルーフじゃないものをつけたんですけど、それに対して視聴者さんからウォータープルーフのものをつけた方がいいっていうアドバイスをいただいたので、早速ねウォータープルーフのマットレスカバーを全部買いました。なので二重にしようと思います。このウォータープルーフのマットレスカバーを下に引いて、その上にコットンで結構吸収性があるマットレスカバーなんですけど、そちらと二重にしてやろうかなと思います。あんだあうりょうも少しだけだよ。でこちらが、もっと洗濯が簡単な方のマットレスカバーです。5種類の絵柄のものがいろいろそれぞれあるので、今どれをここに持ってくるかね迷っていました。一応こういうベッドカバーとかも替えも用意しておいた方がいいかなと思って、まあ5枚買ったんですね。
fondo materasso. Non dica, solo tu fa quello, basta che alzi così si alza. Ah sì? スカバーはこんな感じ の, あのプラスチックの裏がプラスチックの素材になっています。でこちらの面の方はこんな感じで、こんな感じでちょうどあの横のベッドと高さが同じぐらいになるので、くっつければダブルベッドみたいになる感じです。ほらよしよ、最後に上の段に行きます。まずあのこの手すりの部分を取り外したいと思います。中に入れてペーザー、玄関から入って一通り家の全体をご紹介したいと思います。イケアで買った家具はここに取り付けました。部屋に置くはずだった机なんですけど、しっかりしたデスクを買いましたので、こちらの方はこのコーナーに置くことにしました。まあ、荷物置き場としてもいいかなと思って。そしてキッチン、あとキッチンの椅子がまだ届いていないので、そちらの方はまだ後から追加します。掃除用具も一応必要なのでここに置いておきました。そしてこんな感じで、まあ、一応調理器具なんかも一応全部揃いました。でエスプレッソマシン、ここのテーブルでは結構大人数食事できると思うんですね。で8人くらい食事できると思います。そしてこちらがバスルーム、もう何度もご紹介しているんですけど、もう一度ご紹介します。ここのこの家の自慢は窓が両方に開くってことなんですね。これ今これ自動で、シャッターを上げているんですけど、これまた自動でスイッチを押すだけで自動でこれ閉まります。
そしてこの窓なんですけど、これを上にこう持っていくと、この上がこのように開くようになってるんですね。これ家の中のすべての窓がこの作りになってるんですよ。結構それは便利だと思います。こう下に持ってくると閉まって、こう上に持ってくるとこう上が開くんですね。でこのように普通に開けることもできて、これで閉まるっていう。でこれがシャワーですね。シャワーは両方手で持つタイプのものと、ここからもシャワーが出て、ここからもシャワーが出て、ここからもシャワーが出るっていうふうになっています。温度によってランプの色が変わる蛇口です。そしてこれはエゴシュエットですね。そして、湯沸かしタンクがここにあります。寝室はもうこちら、この間もご案内したんですけど、もう一度こんな感じで、電気のコードも白いもので隠して目立たないようにしました。でこちらの方もシャッターは自動なので、このボタンをこう押すとシャッターが自動で閉まります。そして今日最後に完成したこちらの3人部屋ですね。こちらの方も今シャッター閉めたいと思います。であともう一つ、ここの家の自慢はコンセントのところに USB の差し込み口もあるんですね。なので携帯の電源にもとっても便利になっていると思います。ここにもこうフックをかけたりとかして、結構ねいろんなところに結構気を使っていろいろ配置しました。こちらの方にもここにもフックを取り付けました。こんな感じです。結構ハイテクでモダンなデザインのお家が出来上がったと思います。結構気に入っています。私たちも結構気に入っています。ということで、やっとレンタルハウスの準備終わりました。イエーイ、完成、完成。これからもすぐにいつでもレンタルできる状態なんですけど、まだ椅子が2つ届いてないんですけどね、明日明後日には取りに行けると思うんですけど、残りは全部用意できてますので受け入れ体制は整いました。で、Airbnb、 なんて言ったら日本語でなんて言われてるんですかね、 Airbnb なのかなというサイトに出してあります。今まだコロナで日本から来るのはちょっとまだ難しいと思うんですけど、将来的には日本人の観光客の方にもご利用いただけるように、いろいろ準備を整えられたらいいなと思っています。ちょっと今ここにいる場所が観光としては空港からのアクセスがちょっといまいちなので、タクシーを使わなければいけないんですけど、例えばその送り迎えができるかどうか、私たちの方で送り迎えができるかどうかとか、あと一応バカンス用の家なので、短期滞在は今のところはできないように設定してあるんですけど、日本人の観光客のためにそういうのも受け入れるようにするのか、そういうところも合わせて、ちょっと考え中です。で今年はとりあえずバカンス、イタリア人が主になると思うんですけど、将来的には日本人の観光客の方にも来ていただけたらいいなと思っています。ちょっと予約6月14日から入りそうなんですね。
1週間前までキャンセル可能なのでわからないんですけど、まあ、6月14日から一応2週間の予定で予約を入れたいっていう方がいらっしゃるので、早速予約が入りそうでよかったなと思っています。まあ、ヨーロッパにお住まいの方とかは来れる可能性もあると思うので、もし興味あったら、リンクをお教えいたしますので、コメントで、ご連絡いただければと思います。そんな感じでとりあえず終わりました。なんかもともとはね、この家はもうボロボロだったんですけど、それをリフォームしてすぐに売りに出して、その利益を収入源にする予定だったんですけど、コロナの影響で、もうそれが売れなくて、売れなかったのも何かの縁だなと思うんですね。それでこれをレンタルすることに決めて、こういうのも結構運命だと思うんですね。なのでこれでまあ商売みたいな感じでうまくいけばいいなと思っています。これも何かのご縁じゃないかなと思います。そしてこういう形で日本人の方々と交流できるのも面白いかなっていうふうに思っています。ということで今回のリフォームの過程をお見せした動画、楽しんでいただけましたでしょうか。また何かあったらこの件に関してもご連絡したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたら高評価ボタンよろしくお願いします。それからよかったらメンバー登録の方もよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャオ、チャオ、バイバイ、バイバイ、チャオ、チャオ、アラプロッシマ、アラプロッシマ。